のりこたいがです。みなさんこんにちは。今日はすっぴんで始まりたいと思います。あすっぴんだすっぴんだ、やべえ、もうファンが減っちゃうんだね。もうバイバイ、大好きだったよファンたちが。今日はねノーミイラチャレンジをやりたいと思います。たまたま YouTube で見て、いや面白いやなって思ったら、もうやればって言って、そんな感じで、もう今日はもう頑張って鏡がなしでどこまで自分の普段のメイクをかけるかどうかを試したいと思います。でコスプレヤーとしてちょっと自信がある。なぜというと、結構そのコスプレに着替える場所は鏡がないから、たまに鏡忘れちゃったりとかしたので、まあなんとなくできるって自信があるんですけど、めっちゃ失敗したらポールを外さないでくださいね。お願いします。レッツゴーよし、今からノーミラチャレンジスタート。で、一番最初プライマーをつけるんだけど、やっぱりまあこういうものってさ、普段鏡が見なくてもやるよね。もうクリームみたいで、これは簡単簡単。あと私はねクマが多いから、もうカフェインが飲みすぎてここ青くなってるんだけど、これなんかいい色な感じですよね。ちょっとだけ入れて、ほんとベーシックな感じで結構変えると思うんですけど、よし。でその後はこちら、パパーン、これもいつもクーマーカーバーのファンデーションにつけておきます。これもね日本で買ってたやつ、すごくいいらしいやん。これぐらいね全然なんか味があっても大丈夫かなって思うけど、やだ変な色になってないかな。でもまだねまつげとかカラコンがあってよかったみたい。これでちょっと半分セーフかなって思う。はい、であとはこのコンシーラーなんで、まあ、コンシーラーっていうか、結構カーバーするんですよね。これが すっごく強くておすすめする。これはクマだけじゃなくてもうどこでもでいいんだけど、なんかコスプレ、一番最初コスプレ会場に行った時に鏡が持つって知らなくて、鏡が持ってなくてもう鏡なしでメイクしてたから、その思いでね今一生懸命を起こそうと思ってやってますよ。よし、でこれからファンデーションに塗っていきたいと思います。でもう適当適当プッシュアップして、確かにね、この時も鏡が見ない気がする。ファンデーションの時があんまりすごく集中して見ないよね。まあ誰でもそうだけどね。よし、えでこれからこのパウダーに入れたいと思います。ちょっと難しいパーツが来るんですよね。これパパーシャドウイング コントゥーリングというのものをいきたいと思います。私はね鼻高くにするんですよ。外人なのに実はこのライトをこうこうパッとして、ここから、あでもねこれシャウドウの時にアメリカアーバーティストの学校通ってたんだけど、その時がずっと鏡が見れないので、もう骨を触ってる感じで、ここが分かりますよ、どこにあるかどうか。ちょっと待って、やべえ、スタッフの顔がやばい。あとはまあ柔らかい感じで、あんまりチャーチャーしたら絶対出発失敗するから。でここからはパパーンブラッシュに行きたいと思います。あらーこれ鏡があるのでこのままで、
ね、日本じゃね、よくやってるのが、なんかピンクのチークをね、ここに入れてるよね。私ね、それ、こっちの方がアピールしたいから、ちょっと、なんかピンクのものが入れても、ならないねって思って、はい、どうかな、 まだマシやね、まだマシやね、きっとマシですよね今。あ、今ね一番、いやこれ不安だね、これは不安だね、これ眉毛、もう眉毛はやっぱりレアさんの時ってさ、もうコスプレの時ってさ、眉毛超邪魔なものなので大体切ってるんですよ。で最近がその YouTube とか結構やってるからちょっと伸ばしてるんですけど、ないでも私はよくやってるのはオーバー、ちっちゃいから私はね大きくするが好きですよ。あとはこのチュッチュッチュッとのライティングも、ここまたピッ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 いきます。あれちょっと待って、これどうする、これどうする、これあれやべえ、あでもこう始まったらこの自分の鼻でこう自分の鼻にやべえ、全然わかんねえ怖い怖い、一番怖いやつだなこれ、誰でも絶対きついと思うね。自分の毛を感じてどこに入れてるのかをすげえ集中してるんだけど、もう地獄これ。確かに。で、ここから。よし。なんかギリギリセーフかなって、ギリギリセーフ、もうギリギリもんじゃねえか。はい、でこれからこれも鏡にあるからこのままにするんですけど、これに行きたい。あ、痛い。クーラーはね、このいつもちっちゃい盛るやつが、やっぱり眉毛が一番不安だな、本当に。もう眉毛なんで撮ったの、私なんで撮ったっけ。どんな感じなんだろう、今すっげーみこっちをめっちゃ見たいなって思った。でこれからまつげなのも超ラッキーで、テーピングとか何もいらなくてエクセをつけてるから、もうこれでパッチリでパンパンってな感じする。Okay. あとはね、そばかすを描く。私そばかすが大好きなので、そう、フーナは描くんですよ。こうして色を適当に選んで、でここからパチ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 入れてるんですよ。よし、イエーイ、どんな感じなんだろうな。あとはパウダー、もう一回パウダーにしたいと思います。で最後はリップ、ちょっとこういうリップバーサムを入れて、でここからこんな感じにいきたいと思います。普段やってるのがキュッとキュッとして、でここから指で、ちょっとオーバーになっても全然
変わらないので、こんな感じにいきたいと思います。最後、こっち、ブダーン。うん、本当一番気になるのは、食べるだけだね、やっぱり。最後、入れて、ウーラーは入れてないんだけど、まあ、チャレンジだから、入れようか。アイライナー、アイライナーやべえな。でもアイライナー風なやってるのか。やべえ。はい、これで終わりました。イエーイ。よし、じゃあ自分のどんな感じになったのかいきたいと思います。せーの。眉毛だね。眉毛、ああ、くっそー。いや、これ、あ、でもこれでしたら隠す。やっぱり眉毛ね。でも他のところが、あ、でも眉毛ぐらいが良かったんじゃない？いやー、イエー。そうだった。へえ、やっぱりそれはね、コスプレイヤーということですよね。もう本当にコスプレイヤー、もう、ま、眉毛めっちゃ気になるんだけど、はい。はい、今日は薄いメイクで薄いメイクでノーミイラの鏡なんとかのチャレンジをできました。眉毛気になる。あ、でもこうしたらちょっと細かすぐらいですよね。やだ。